今からじゃあね、たくさんね踏切で見てきたので、実際にこの、宝山寺生駒山上行きケーブル乗り場からケーブルカーに乗りたいと思います。こっちだ。おー、宝山寺行き、すごい、白樺号、さっき見たやつ。あっちのブルっていうのはお休みしてるのかな。おー、わ、すごい、ケーブルが動いてるね、ちゃんとね、すごいね、ケーブルか。そう、あそこね、踏切あったね、さっき見たところだ。おおほほほほほほ、おお、いや、ここもね結構登ってはいるんだけど、あの先だよね。あ、カーン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 、おお、おお、バイバイ、反対側バイバイ。うわ、ちくそっからすごいね、一気に。おお、大正7年、へえ、まだね、住宅街だね。宝山寺到着、お乗り換え、乗り換えです。よいしょ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 、なんかまたすごい、これはドリーミーな車両ですね。可愛らしい。ほー、よいしょ、すごいね、またね、ドレミスイートだね。途中に駅があるんだよね。あそこも秘境駅感がありますよね。うぅ、なんか陽気な音楽が。おぉ、びっくりしてる。お誕生日をねテーマにしてるんですね。なるほどなるほど。おお、あんなところにも踏切が。あれはすごい、わ、結構すごいすごい、あっち。おお、これはすごい秘境駅ですね。おお、すごい。何駅？梅屋敷。おお、すごい。うわ、景色きれい。ほほほほ。次は霞ヶ丘。霞ヶ丘もすごそう。おお、ドレミがかわいい、かわいいね。リスさんが書いてあるよ。ねえ。おほほほほほほ。ここが霞ヶ丘。すごいなぁ。おお、扉が閉まります、ご注意ください。おお、
み切り。大丈夫？起きてる？お、到着。よいしょ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 。おー、かわいいね。いや、いいね。かわいいね。本格的な遊園地があるんですね。ただもう今日、もう営業時間がね、もうあと3分ぐらいで終わってしまうということで、ねえ、行けないですけど。へえ、すごいね。本当にもう遊園地。あ、だからこんなにメルヘンな車両だったのかな。まあ、生駒三条駅やってまいりましたけど、まあ、もうちょっと遊園地もね、もう今営業が終わってしまったので、まだね、こっからケーブルカーに乗って、下まで降りていきたいと思いまーす。ね、次は降りる方のね、下見ながら降りよっか。ね。お、おー。前にこうね、生駒の街並みが。見えてますね。すごいね。ものすごい急だね。あ、踏切がカーンカーンカーンだよ。踏切が。おー、すごいな。霞ヶ丘。お足元にご注意ください。おー、すごーい。すごーい。いい駅だね。駅。到着。ブル号、三毛号、白樺号、スズラン号があんな並ぶことね、すごいですね。そっか、伏線だからね、これが見れるんですもんね。もう一回入れるから。ということでね、生駒ケーブルカー、まあ、踏切から見たりですね、実際に乗ってみました。いやー、まずね、まあ、伏線、そしてこんな立派な踏切がね、3カ所ですかある。さらにですね、なんとね、日本最古のケーブルカーということなのでね、いやいや、なかなかね、魅力たっぷりのね、乗り物でしたね。まあ、また遊園地もね、山上にはあったりするので、ぜひぜひ気になった方は、乗ってみてはいかがでしょうか。何かの、あー、チッくん、ブル号だよ、チッくん。おー、すごーい、すごーい、ブル号だ。おー、おー、すごいね、三毛号もね、また。おー、おー、迫力ある。迫力がすごい。